Hi, this is Jim for Tokyo Monsters. Today we're going to check out a Godzilla Resurgence mural being painted at a bathhouse here in Tokyo's Oda Ward.銭湯画というのは日本の公衆浴場というみんなが入れるお風呂があって、そこのお風呂場の壁に描いてある絵のことです。大田区の方からご依頼がありまして、シン・ゴジラの映画の中に大田区が出てくるので、この大田区の名称とあとシン・ゴジラを大田区の銭湯のペンキ絵で描いてほしいというお話でした。でその時に描くのであれば第二日の出湯さんに描いてほしいというふうなお話があったので、それでまあ実はこの第二日の出湯さんも何度か絵を描かせていただいたことがあって、こういったこう黒湯の温泉のこう露天風呂があったりとか、横長の大きな画面の絵が描けるような場所だったりとかってことを知っていたのもあって、安心してお受けするっていう形で制作しました。いろんなゴジラがいると思うんですけれども、今回の場合は溶岩がこう流れるような皮膚感ってことを伺っていたのと、あと手の形に特徴があると、実は意外に手は細くて上を見ているんだよと、そういったこう細かな特徴を実は今回伺って、それに合わせてシン・ゴジラらしいゴジラっていうのを確認しました。